おいお前ら、最近さ、俺のことちょっとバカにしてないかな。おい、分かってんだぞ。おい、そこのお前だぞ。おい、分かってるよな。なあ、おい、分かってるぞ。コメント欄見ても、ツイッター見ても、ちょいちょい見るんですよ。目に見えるビジョンから仕入れるその情報量で、僕はもう君たちのほとんどはもう僕のことをね、ちょっと若な人だなって思ってることはもう分かってます。分かってるんですけど、甘いぜ。僕はね、そんなバカじゃないんです。やはりね、脳の回転のスピードがもう全然君たちとは違うんですよ。まあ、いわばあれだな。君たちはあれっしょ？入ってないっしょ？あれ、君たち入ってないっしょ？インテル。俺はね、入ってんだ。こんな口でバーバー言ってても、まあ、君たちには僕のね、脳の回転力のスピードがわかんないと思うんで、お母さんから送られてきました。100マス計算です。まあ、俺のお母さんの意図としては、あんたは留学から帰ってきてから、全く勉強しないから、バカになるよと、脳みそを動かさないと、あんたは本当にダメになるよってわけで、100マス計算が送られてきたんだけど、まあ、100マス計算というのはとてもわかりやすいものであって、縦10個、横10個で、全部で100マスあります。これを足し算で、パパって全部100マス埋めていくってわけです。タイムとかあんのかな？100マス計算って一番分かりやすいですよね。100マスの計算をいかに速いスピードでできるかっていうのが分かれば、君たちもね、この俺の頭の良さ、インテリジェント、知能数といいますか、脳みそ回転力、パソコンでいう CPU だな、まあ、メモリでもあるかな、やっぱ僕のこの人としてのこうスペリオスというかな、優位に立っていること、やっぱ結局動画作るっていうのはやっぱここ使うからさ、まあな、そうなっちゃうわけだな。というわけでちょっと調べましょう。平均タイムは3分が1つの目安らしいで、舐めてんの？これ小学校の話か。これ小学校の話かもしんないな。まあいいや、小学校全員倒すわ、お前ら。小学生全員倒すと、トップレベルの基準は1分10秒らしいです。大学生だからもう30秒で解くから一発勝負でいくよ。やり直しとかなしですから、これではっきりさせましょうや。どっちが優れているかを。タイマー、タイマー、タイマーがないまー。あ、よし、じゃあ行きます。本気で行きますよ。よーい、スタート。よし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 、天才天才。8 11 8 4 5 9 3 9 6 2 8 4 7 11 5 10 16 13 9 19 20 21 22 23 24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 
10秒72です。小学校のトップクラスだ今。誰もが最初から2分に到達するわけではありませんって書いてあるよ。極めて天才だ。干せそうなやつ出てこいや。